白崎くん、これエクセルの計算ミスってるよ。すいません。この紙に書いてるデータを入力して、オートサムとオートアベレージするだけだよ。すいません。なんでこんな簡単なこともできひんの考察だもんで。考察関係ないよ、これ。データ見て入力してくだけやって。僕スマホ派なんで。関係ないって。見たままのデータを入力するだけやねんから。すいません。ちょっともう気をつけてくれよ。これ俺がミスごしてたらとんでもないことになってたよ。すいません。入力し終わったらミスがないか。ちゃんと数値が合ってるか確認してください。君自身だけの問題じゃないんやから。すいません。頼むよ。俺が君の教育係なんよ。君のミスは俺のミスでもあるんやから。俺も上から口うるさく言われてるんやから。気づいてましたえ 何があ数字見せてるなーとは思いました。はでも早く仕事切り上げたかったんでもういいかって。あいや、えすいません。すいませんじゃないって。ど、ど,どういうことなんかちょっとなかったことにしたかったというか。えバレないと思ってたってことそれもあるんですけど。あるんやめん。めんどくさいなって。めんどくさい。怒られるかもとか、そう,いうんじゃなくて。それもあるんですけど。それもあるけど。単純にめんどくさいってこと 化け物やん。何この世代。みんなこんなんな。まあどうにかなるやろって。どうにもならんよ。さっきも言ったやん。俺が気づいてなかったら大変なことになってたって。でもこうして指摘してきてますよね。どうにかなってるじゃないですか。化け物や。新人を見つけてなんぼって言ってたじゃないですか。こういうことですよね。全然そういうことじゃないよ。すいません。いい。職場における法連想っていうのはとてつもなく重要なことで、社会人として飲まないと思ってもいい。効率的な作業はもちろん、問題が生じた際のスムーズな対処ができる。今回は運良く大事になる前に気づけたからよかったけど、下手をしたら会社規模の大きな問題になっていたかもしれない。それを白杉君は責 なるほど。人間の感情が理解できない AI みたい。やったらあれもまずかったかな。え、な、なにメルカリで出品予定やった暗記版の発注数間違えました。ええ、すいません。間違えたってどういうこと本来11個発注のところ、110個発注しちゃいました。夜によって携帯増やしとる。お前、うちパン工場ちゃうねん。なんでその時上司である俺に報告せんのゼロ、一つくらいええかって。なんでやねん。僕アホなんで、アホの次元ちゃうて。服まだ覚えてないです。別にアホの動画を聞きたかったんちゃうねん。ど、な、え、どないするさて、暗記盤110個工場から届くはずです。すいません。どないすんねどうやって社長に言うします肩組んでくんなよ。水田の君せん。 こうなったらメルカリアカウントフル稼働して、売り上げとしてなかったことにするしかないそんなことできるんですか先月の暗記版の売り上げ3つですよ何。何笑ってんん。<laughs> それをご発注したの君やろ。そういや、あれもまずかったかな。まだある先週、メルカリで購入された竹ごぶたの送り先の住所間違えました。それが直そう。仕事とか関係ないやん。それは直すべきやろ。なんか僕、漢字並べられると意味わからなくなって、もはや大丈夫。生きていけるおっ潔さが逆に耳障りな返事。すいません。 俺の首が飛ぶ。社長に切れられる。俺が、まず、こんな超大型ルーキーの研修なんて俺なんかに務まるわけがないねん。相手が悪いねんて。どんまいです。分かってない。責任の一端どころがほぼ全てが自分の責任であることを何もわかってない。すいません。謝れば済むと思ってる。俺も謝れば済むかな。あれもまずかったかな。もうやめて。もう聞きたくない。